久保さん、確かにまあ陸上競技はね、あれかもしれないですね。見方を変えると、そういう見方をしている人もいるかもしれないですね。まあ世の中にはいろんな人がいますからね。まあ、いろんな人の中でも僕も一部のいろんな人の中なんですけど、やっぱ発信する側と受け取る側、この2極に分かれてるんですけど、やっぱ発信する側の人って少ないんですよね。だからまあいろんな人のいるんだけども、大多数の一般の人だとやっぱ一般の生活人生を送るしかないかなと思うんですよ。だからさっきね、僕車好きなんで、ロペライオチャンネルって高級車を扱ってる YouTube チャンネルがあって、それちょっと見てたんですよ。ロペライオチャンネルっていうね。でそこでね、レクサスの LFF を2台買った人がいて、でなんか合計もなんか11台ぐらいその高級車買ってるらしいんですよ、ロペからね。でまあ買ってる理由としては投資なんですよね。そう投資だから、そのものの見方ですよね。車が好きで車に乗りたいから買うというものの見方で買うのか、もう投資ですよね。まあ、今後、まあ、下がることも多分ほぼないし、もはやプレミアとしてもっと上がる可能性があるっていうものだけ買いまくっていくっていう。しかも面白いことが、そのなんか愛知県に住む N さんっていう人らしいんですけど、その N さんは一度もその原車を見たことがないっていう、もう全部リモートで即買いみたいな。全部リモートで買うっていうねすごいですよね。もうだからもう投資っすね、もう本当に。だから車も物の見方によってはそういう買い方をしてる人もいるしね。だ見方ですよね。このエンジンがすごくいいとかね、加速が速いとかじゃなくて、相場が上がるか下がるかっていうねまあロレックスとかもそうですね。ロレックスとかも今下がったのかな。まあロレックスも上がったりとかしてるので、ロレックスも時計として買うんじゃなくて投資として買ってる人もいるだろうし、本当は時計なんだけど、まあ物の見方によって買い方は変わるかなと。いってらっしゃい。